どうも、やすこせんです。伊藤です。はい、不審シリーズ、はい、第3弾ということで、はい、第1弾は太陽の謎、はい、で第2弾が魚の謎、はい、これもすごかった ね太陽の謎、魚の謎ね、はい、はい、いろいろコメントなんかもですね、はい、はい、いただいてるんですけれども、今日はですね、映像じゃなくて画像写真になるんですけれども、画像ということで、はい、まあ、その、太陽の謎、うん、魚の謎の時期なんですけれども、はい、伊藤さんって、やたらと同じ数字を見るなとか、はい、この数字気になるなとかって思うことあります？あ、たまにありますね、うん、はい、あると思うんですよ、うん、で僕はね、その時期やたらと多かったんですよ、はいはいはい、この数字やたらといっぱい見るなとか、はいはいはい、うん、いうのがなんだろうと思って、はい、でネットでいろいろ調べてみたんですよ、そしたらですね、出てたんですよ、あることが、はいはい、それがですね、エンジェルナンバーというものです。エンジェルナンバー、はい、こちらに説明があります、はい、エンジェルナンバーとは天使からのメッセージが込められている数字で、はい、よく見る数字や、はい、妙に気になる数字のこと、はい、エンジェルナンバーはあなたにとって意味がある数字、うん、あなたと関わりの深い数字なのです、うん、エンジェルナンバーから今の運勢や今気をつけるべきこと、うん、これから起こり得る、幸せなことなどが分かります。ほうほうほう、うん、ということで例えばですよ、はい、エンジェルナンバー294、これは、はい、あなたのすべての、これ例えば例ですからね、うん、あなたのすべての努力がすぐに報われることを望んでいます、うん、ただ我慢してくださいって、こういう具体的なメッセージが来るんです、はい、数字によって、はい、で今度じゃあ949、はい、949はあなたがあなたの人生で重要ではない全てのものを手放すことを望みます、はい、それであなたがそれを重要な全てで満たすことができます。要するに一回いらないものを全部捨てることによって必要なものが入ってきます、入れなさいよって、断捨離みたいなもんね、そうですね、はい、そういうメッセージがね949にはあるという、まあいろいろ番号にはいろんな、そうそうそう、それぞれにあるってことなんですよ。で、はい、まあ、福島帰ってきた時なんですけども、その時期はですね、4時44分とか、はいはいはい、車のナンバー4444とか、はい、やたらと4のとろめを見る、はい、はい、時がありましてですね、はい、で、女の子とイタリア料理屋、はい、安い料理屋なんですけども、はい、そこに行った時にですね、伝票で出てきたのが、はい、44なんですよ。おー、44、気になるね、はい、4のゾロ目は来てんだなと思って、で、調べたわけです。はい。そして、44のエンジェルナンバーが持つ意味、はい、今あなたは多くの天使たちに囲まれ、はい、守られています。はい、まあ、いいことですよね。はい。で、まあ、別のページ調べても、はい、やっぱ、現在周りにたくさんの天使たちがいる状態です。はい。というのが出てるんですよ。で、私、携帯見てて、はい、パッと目を開けたんです。うん、開けたんですね。うん。したら、こういう絵が飾ってあります。おら、天使天使。まあ、びっくりしました。びっくりしました。で、パッとその横向いたら、はい、また天使。あら、はい、横にも天使いた、はい。本当に囲まれている大勢の天使が。で、またさらに横向くと、はい。あらららららら、はい。で、さらに横向くと、ここにも天使がいるという。上ね、上に、はい、上に天使がいるというですね。もうとにかく天使に囲まれているっていうのが、目の前に見えちゃってる状態。はい、本当に囲まれて。で、さらに脇だけじゃなくて、上も見上げます、私は。上も見た、はい、上も見ると、はい。本当に囲まれて、はい、囲まれていたというですね。まあ、言葉だけでのね、メッセージならまだわかるけれども、はい。で、それがこう、なんですか、こう、イメージとして囲まれているっていうあれならわかりますけど。44気になった。調べたら天使だっつって、はいはい、見たら本当に囲まれていたという。すごいわ。だから、まあ、ちょっと、まあ、本当に、これもよくわからないので、わからないですね。こういう意味でしょ、みたいなね、はい、解明できる方いたら、またコメントなり。そうですね。まあ、メッセージでも結構ですので、はい、いただけたらと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。と、ここまでは伊藤さんと収録したんですが、現在私は、天使の動画の編集中です。編集しながらですね、タイ動画の時事会に関してちょっと企画を考えておりました。で、ネットでですね、そういえばバンコクの正式名称って長いんだよなと思いまして、ちょっと調べました。こちらですね、クルンテープ、マハーナコーンと始まって、こんなに長いんです。まあ、これはいずれお話ししますけど、その先を読み進めておりましたら、こんなものが出てきました。確か名前ですね。私もなかなか覚えられません。ただ、冒頭の部分、クルンテープは、天使の都という意味。つながってしまいました。はい。こちら、バンコクの主要道路、スクンビットにある、天使の像だそうです。さらに不思議が深まりましたし、
態度がともつながってしまいました。一体私はどこに向かっているんでしょうか。皆さんコメントください。というわけで以上、ヤス五千でした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、本当にお願いします。